新潟のメンバーからご紹介いたします。ゴールキーパー小島です。藤原、マイケル、ジェームズ、トーマス、デン、堀米です。宮本と島田のダブルボランチ、ダニーロ・ゴメス、長倉、長谷川元樹、最前線鈴木浩二です。一方 FC 町田ゼルビアのメンバーです。ゴールキーパー谷光成です。望月、庄司、中山、杉岡のフォーバック、エリキ、白崎、仙頭、藤本、藤尾とオセフンの2トップです。マイケル・ジェームズ、宮本へ見事なターン、内側で堀米、外長谷川元樹、外回る堀米、いいタイミングだ、長谷川元樹打ってきた、おとりに使って振ってきました。堀米から長倉へ、望月、オセフン、堀米の回収、宮本浮かせる、長倉、長倉コントロール、ああいうの簡単に止めます長倉。長谷川元樹、後ろシュート、島田こぼれる、長倉、長倉キーパー出ている、戻る谷、長谷川元樹、後ろ島田、オセブン繋いで先頭、左人数かけます、藤本の外回る杉岡、藤本は先頭を選択、先頭だ、当たったボールこぼれて、エリキ打てない、ダニーロ・ゴメスのクリアです。庄司落ち着いてます。町田いい攻撃でしたね。そうですね、町田らしいというか、少しやはりスペースが出てくると、オセフン、藤尾、これエリキゴールキックです。いや、ここの2シーンは本当町田らしい、プレーでしたよね、はい、その前はこうスペースがある中で先頭選手が後ろから上がってきてのスペースをうまく使っての攻撃、これに関してはロングボールに対してセカンドボールに早く反応してシュートまで行く、まあ、前半ここまでそういうプレーなかったんですよね町田は、はい、宮本からダニーロ・ゴメス斜めに入ってきた、長谷川元樹、長谷川元樹、抜ける長倉、庄司足出した、長倉横使ってダニーロ・ゴメス、右足のシュートだ、谷光成落としませんでした。少し中盤のエリアでもスペースが出てくる時間帯ですので、はい、ああいった一瞬の隙というかシュートチャンスは出てくるので、ね、動きは出てきそうですよ ね、 今の試合の流れで落ち着いてます。トーマス・デン、小野裕二のところ引っ掛けた、白崎のディフェンス、横パス、下田ダイレクト抜けた、荒木、荒木シュートが外、いやーチャンスでしたね、はい、唯一と言っていいかもしれないですね、この試合で。全員戻って守備をします新潟、伸びてくる、皆さん方、望月、下田、入れる、柔らかいボール、ヘッド、わー、ナイス、小島止めた、ピッチェルデュークのシュート、カウンターに行く、ちょっとキックがずれました。いやー、でもありますね、中のターゲットはいますからね、町田は。稲村の対応、ピッチェルデュークのヘッドでした。ドッピシャでしたよね。巻いてくる、いいボールだ、谷が出る、谷こぼした、クリア、試合終了です。スコアレスドロー、0対0です。どちらの時間帯もあったと思いますけれども、どちらも集中力最後まで切らさずという形になりました。前回対戦は新潟が3対1で勝ったゲームですが、
には町田、シーズンダブルは許さなかったということになります。